こんにちは。今日は松竹梅の年賀状を書いていきたいと思います。今回書くのは縦書きにしていますが、一番最後に横書きにした年賀状もお見せしたいと思います。まず最初の円です。これはマスキングテープを使って内側に鉛筆で先に型を入れていきます。それでは上から書いていきますね。これなぜ上から書くかというと、次に書くときに手が汚れないためです。どうしても下から書いていくと、次隣に書くときにここに汚れてしまいます。なのでなるべく上から書いていきます。少しはみ出す感じで書きますね。次は梅です。先に中央を描きますね。この辺は円よりはみ出しています。梅の枝を描いていきます。ここは円に沿って描きますね。次は松です。松の葉っぱから描いていきます。そして木ですね。細い枝は細い筆を使って描いていきます。細い筆で金色で縁取りしますね。年賀状に金色を使うとお正月の雰囲気が出ます。ここに金色で竹を描きます。次は梅の花粉です。これも金色で描いていきますね。つぼみ足していきます。
そのまま松の葉っぱも描いていきますね。松の葉はグリーンも描いていきます。そろそろ乾いた頃なので、こちらはグリーンで縁取ります。これで松竹梅描き上がりました。それでは試行錯誤して描いた他の年賀状も見てください。こちらは松竹梅の場所がかなり違います。こちらも縦書きですが、これも先ほどと場所が違いますし、松の葉っぱも変えています。この年賀状は文字をポップな感じで書いてみました。こちらは横書きにしてみました。横書きなので竹のカーブが反対側になっています。しっかりした文字を入れた年賀状です。このように本当にたくさんなパターンが楽しめる年賀状になっています。皆さんもお楽しみくださいね。